第23章、アン、名誉をかけた事件で浮き目に遭う。しかし、ある事件が起きたために、アンは2週間経っても先生に会えなかった。塗り薬入りケーキの一件から1ヶ月ほど過ぎて、そろそろアンがまた新しい厄介を起こす頃合いだった。といっても、小さな失敗はいくつもやらかしていた。お鍋の脱脂乳を豚の餌のバケツに開けたつもりがぼんやりしていて、パントリーにあった毛糸の玉を入れたカゴに注いだり、空想にふけりながら丸木橋を渡って見事に小川に落ちたというようなことは物の数にも入らなかった。牧師館でお茶に呼ばれてから1週間後、ダイアナ・バリーがパーティーを開いた。よりすぐりの人たちのちょっとした集まりよ。アンはマリラに言って安心させた。同じクラスの女の子だけなの。みんなで愉快に遊び、何も問題はなかったが、お茶も終わり、バリー家の庭に出た頃にはどんな遊びにも飽き飽きしていて、いたずらをそそのかされたらすぐに始めそうな気が熟していた。そこでほどなく出てきたのが、できるものならやってみよごっこだった。できるものならやってみよごっこは、その頃アボンリーの子供たちの間で流行っていた遊びで、男の子たちが始めるとたちまち女の子にも広まった。できるものならやってみよと挑まれた人は受けて立たなくてはならず、その夏アボンリーでは本が一冊書けそうなくらい、あらゆる馬鹿げた振る舞いが繰り広げられた。まず最初にキャリー・スローンが玄関前の古い柳の巨木のてっぺんに登れるものならやってみようとルビー・ギリスに挑んだ。ルビー・ギリスは柳に群がっている丸々とした緑色の毛虫が死ぬほど怖かったし、新しいモスリンの服を破いた時のお母さんの顔が目の前に浮かんだにもかかわらず、軽々とやってのけたので、キャリースローンの完敗となった。次はジョージーパイがジェーン・アンドリューズに挑んだ。左足でけんけん飛びをして庭を一周できるものならやってみよ、しかし一度も止まらず右足をついてもいけないと挑んだ。ジェーンは完投精神でもって臨んだが、三つ目の角で力尽き、降参と自ら言う羽目になった。ジョージーが勝った勝ったとあんまり声高に言い募って感じが悪かったので、アン・シャーリーはそんなら庭の東側にある板塀の上を歩けるものなら歩いてみなさいよと挑んだ。さて、板塀の上を歩くというのはやったことがないものには見当もつかない技が求められるもので、頭とかかとを安定させねばならない。しかしジョージーパイは人に好かれる素質にはいくらか欠けるものの、少なくとも板塀歩きにかけては生まれながらの才能もあった上に十分に練習を積んでいたので、こんな些細なことは挑まれる価値もないとでも言いたげに、軽々と平気の平座で歩いてみせた。こうなると彼女の離れ技にはしぶしぶながらも脱帽するしかなかった。板塀歩きには今まで女の子たちは散々骨を折っていたので、それがどんなにすごいことかよく分かったのだ。ジョージーは塀から降りると勝利に顔をほてらせ、どうだと言わんばかりにふてぶてしくアンを睨んだ。アンは赤毛の三つ編みを放り上げるようにツンと首を振った。こんなに小さくて低くて幅が広い塀の上を歩くなんてどうってことないわ。メアリーズビルの女の子なんか屋根の胸を歩いたんだから。そんなの嘘よ、ジョージーは二でもなく言った。屋根の胸の上を歩ける人なんかいるもんか。とにかくあんたにはできないわ。私にはできないですって、アンは後先考えずに叫んだ。じゃああんたにはこれを挑むわ。ジョージーは喧嘩腰になって言った。バリー家の台所の屋根に上がって胸を歩けるものなら歩いてみなさいよ。
アンは真っ青になった。しかしそうするしかないことは一目瞭然だった。アンが家に向かって歩いていくと、台所の屋根にはしごがかけてあった。5年生の女の子たちは興奮するやらうろたえるやらで、おおと一斉に叫んだ。アンやめて。ダイアナは必死に頼んだ。落っこちて死んでしまうわ。ジョージーパイの言うことなんか気にしないで。こんなに危ないことを挑むなんて卑怯よ。やめるわけにはいかないわ。私の名誉がかかっているもの。アンはおごそかに言った。私は屋根の胸を歩くわ、ダイアナ。さもなければ、試みのさなかに非業の死を遂げるかよ。私が死んだら、真珠のビーズの指輪はあんたのものよ。一同が固唾を飲んで見守る中、アンははしごを登っていった。屋根の胸につくと、危なっかしい足取りでバランスをとり、体をまっすぐに立て直すと、胸ぎ伝えに歩き出した。世界中で一番高いところにいるようで気持ちが悪かった。屋根の胸を歩くときには、想像力が何の足しにもならないことを、アンはクラクラしながら感じていた。どうにかこうにか何歩か進んだが、ついに悲劇が訪れた。アンはぐらついたかと思うと、バランスを失ってけつまずき、よろめいて倒れた。そしてそのまま太陽に熱く焼けた屋根を滑り、アメリカズタの茂みにバサッと落ちた。すべては一瞬のことで、アンが落ちてしまってから、下でおののいていた一同は、恐怖の金切り声を一斉に上げた。もしアンがはしごで登った方に落ちていたら、ダイアナはその場ですぐ真珠のビーズの指輪の相続人になっただろうが、幸い反対側に落ちた。そこは屋根がポーチの上に張り出して地面に近かったので、落ちても大したことはない。そうは言ってもダイアナをはじめ女の子たちは反狂乱になって走り、ぐるっと家を回った。ただしルビーギリスは地面に根が生えたように突っ立ってヒステリーを起こしていたので置いていった。一同が駆けつけると、アンは青ざめ、ズタズタになったアメリカズタの茂みに力なく倒れていた。アン、死んじゃったの？ダイアナは金切り声を上げ、友の傍らにがくりと膝をついた。おう、アン、愛しのアン、一言でいいから何か言って。死んでしまったかどうか教えて。アンはよろよろと身を起こし、あやふやながらも返事をしたので、女の子たちはほっと一安心した。中でもジョージーパイは大いに胸をなで下ろしていた。いくら想像力に欠けるとはいえ、アンシャーリーの若い非業の死を招いた張本人と後ろ指を刺される恐ろしい未来がありありと目に浮かんでいたのだ。いいえ、ダイアナ、死んでいないわ。でも意識不明になったと思うの。どこが？おう、アン、どこ？キャリー・スローンが泣き泣き言った。アンが答えようとしていると、バリー夫人がやってきた。アンは夫人を見ると、どうにか立ち上がろうとしたが、痛いと鋭い声で小さく叫び、またへたり込んだ。どうしたんです？どこを怪我したの？バリー夫人が尋ねると、足首なんです。アンはあえぎあえぎ答えた。ねえ、ダイアナ、お父さんを探してきて、私を家に連れて帰ってくださるように頼んでくれない？家までとても歩いて帰れないわ。あんな遠くまでけんけん飛びだって無理よ。ジェーンは片足飛びで庭を一回りだってできなかったもの。マリラは果樹園で鍋いっぱいに夏リンゴをもいでいた。するとマリーさんが丸木橋を渡り、坂を登ってくるではないか。そばには夫人が付き添い、後ろに女の子たちがぞろぞろ続いている。そしてアンは頭をぐったりとバリーさんの肩に預け、両腕に抱きかかえられていた。それを見た瞬間、マリラは天の啓示を受けた。
ぐさっと胸を突き刺すような不安に突然襲われ、その時アンが自分にとってどんなに大切か悟ったのだ。アンのことが好きだ、いやアンをとても好きだということはマリラも認めていただろう。しかし今死に物狂いで坂を駆け下りながら、アンはこの世で一番愛しい子だと思い知ったのだった。バリーさん、アンに何があったんです？マリラは息せき切って聞いた。長年マリラには自制心も分別もあったが、別人のように血の気が失せ動揺していた。アンは頭をもたげ自分で答えた。マリラ、そんなに驚かないで。屋根の胸を歩いて下に落ちたの。足首をひねったみたい。でも危うく首の骨を折るところだったのよ。物事はいい面を見ましょうね。あんたをパーティーに行かせた時、何かやらかすんじゃないかと分かってたよ。マリラは安堵のあまり憎まれ口をたたいた。バリーさん、ここへアンを運んでソファーへ寝かせてくださいな。おやまあ、この子ったら気を失ったよ。まさにその通りだった。怪我の痛みのあまり、かねてからの願いがまた一つ叶い、アンは気絶したのだった。畑で刈り入れをしていたマシューが大急ぎで呼び戻され、そのまますぐに医者を呼びに行った。やがて医者が来ると、アンは思っていたより重傷で、足首の骨が折れていた。その夜、マリラが東の切り妻の部屋へ行くと、青白い顔で寝ていたアンがベッドから悲しげに言った。私のことをかわいそうだと思わない？自業自得だよ。マリラはブラインドを引き下ろし、ランプに火を灯した。だからこそかわいそうなのよ。全部自分のせいだと思うからとてもつらいの。誰かを責められるならずっと気が楽だわ。でももしマリラが屋根の胸を歩けるものなら歩いてみろなんて挑まれたらどうするの？勝手に挑ませといて、私はしっかと地面を踏ん張っているよ。馬鹿らしい。アンはため息をついた。マリラは意志が強いのね。でも私はそうじゃないもの。ジョージーパイに見下されるなんて我慢できなかったの。あの子のことだもの、死ぬまで大きな顔をするに決まっているわ。でも私も罰が当たったんだから、あんまり怒らないで。気絶というのもいざしてみるとちっとも素敵じゃなかったわ。それにお医者さんたら、足首を元に戻すときものすごく痛くしたのよ。6週間か7週間は歩けないということは、新任の女の先生との初対面を逃してしまうのね。学校へ行けるようになる頃にはもう先生はいらしているもの。それにギル、みんなに勉強も抜かれてしまうわ。ああ、私ってなんて悩み大きい人間でしょう。でもマリラが怒らないでくれたら、この悩みも全部勇敢に耐え抜くんだけど。わかったわかった。怒っちゃいないよ。あんたはついていないからね。それは疑いようがないよ。それに自分で言っているように、これから悩みが待っているんだからね。さあほら、夕ご飯だよ。お上がり。私は想像力に恵まれていて運が良かったわ。アンは言った。想像力のおかげで療養中もずっと助かるもの。想像力のない人が骨折したらどうするのかしらね、バリラ。それからの退屈な7週間、アンは自分の想像力を何度もありがたいと思った。しかし、一人ぼっちで想像力だけを頼りにしていたのではなかった。見舞い客が次々と会ったのだ。毎日、学校の女の子が一人、あるいはもっと多く、花や本を持って訪れ、アボンリーの子供たちの世界で何が起きているか、一切合切話してくれた。みんなとても優しくて親切だったわ、マリラ。初めて床に立ち、足を引きつって歩けるようになった日、アンは幸せそうに吐息をついた。
寝ているのはあんまり楽しくないけど、それでも明るい一面はあるのよ。どれくらい友達がいるかわかるんですもの。何しろ日曜学校のベル校長先生まで来てくださったのよ。あの人はとてもいい人ね。もちろん心の同類ではないけど、ベル先生のことは好きよ。前にあの人のお祈りを悪く言って申し訳なかったわ。今は心からお祈りしていることが分かったもの。口先だけでお祈りしているような癖がついていたのね。少し気をつければ治るのに。だからそれとなく分かるようにほのめかしてあげたの。例えば私が一人で短いお祈りをするとき、面白くするためにどんな工夫をしているかなんてことをね。ベル校長先生も子供の頃足首を折ったんですって。その時のことを何から何まで教えてくださったわ。あのベルさんが小さな男の子だったなんて不思議な感じね。私の想像力にも限界はあるんだわ。だって見当もつかないもの。男の子のベルさんを想像しようとしても、白い頬ひげを生やして眼鏡をかけた日曜学校のベルさんがそのまま小さくなってしまうの。アラン夫人の小さい時なら簡単に想像できるのよ。アラン夫人は14回もお見舞いに来てくださったわ。これは自慢できるわね、マリラ。牧師の奥さんは用事がたくさんあって時間がないもの。それに夫人が来てくださるととても楽しいの。これは自業自得だとか、これに懲りてこれからはいい子におなりなんて絶対に言わないもの。リンドのおばさんたら来るたびにそう言ったのよ。それもいい子になるよう願っちゃえるが無理だろうねというような口ぶりなんだもの。ジョージーパイまでお見舞いに来てくれたわ。私に屋根の胸を歩かせて後悔しているだろうから、できるだけ丁寧に応対したのよ。もし私が死んでいたら、あの子は一生暗い自責の念を背負わなければならなかったでしょう。ダイアナは誠実な友達ね。毎日来て寂しい枕元を明るくしてくれるもの。でも、ああ、学校に行けるようになったらきっと楽しいでしょうね。新しい女の先生の話ったらワクワクするのよ。完璧に素敵だって女の子たちが口を揃えて言うの。ダイアナの話では素晴らしく綺麗な金髪の巻き毛ですこぶる魅惑的な瞳なんですって。服もおしゃれでパフスリーブに至ってはあんなに大きな袖はアボンリーにないくらいですって。それから金曜日の午後は1週間おきに暗唱の授業があって、みんなで詩を吟唱したり芝居や小説の対話劇を演じたりするんですって。ああ、考えると華やかな気持ちになるわ。ジョージーパイは暗唱なんか嫌いだって言うけど、想像力が足りないからよ。ダイアナとルビー・ギリスとジェーン・アンドリューズの3人は次の金曜日に向けて朝の往診という対話劇の練習をしているの。それから暗唱のない金曜日の午後は野外授業の日で、ステイシー先生がみんなを森に連れて行ってシダや花や鳥について勉強するんですって。それから毎日朝夕には体育の運動をするの。リンドのおばさんはそんな指導方法は聞いたこともない、これもひとえに女の先生になんか頼んだからだって言うけど、私は断然素晴らしいと思うわ。ステイシー先生は心の同類に違いないわ。アン、一つ言えることはだね。マリラが言った。バリー家の屋根から転がり落ちても、あんたの舌はかすり傷一つ負わなかったってことだ。